FC 伊勢島は、三重県中南西地域を本拠地とする社会人、サッカークラブ、J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。FC 伊勢島とチーム名を漢字表記されることもあるが、日本サッカー協会の記録等では、FC 伊勢島の表記を用いている。前身のピクシー BC は2012年度に、三重県社会人、サッカーリーグ一部に所属していた。同年、 島市商工会は地域活性化の具体案を協議する島経済サミットにて地元伊勢市出身の元サッカー選手である中田十三がスポーツと自然環境を生かす街づくりを提案。これを受ける形で2013年にピクシー b c を引き継いで FC 伊勢島が設立された。三重県リーグ2部からスタートし2013年に 三重県リーグ2部にて優勝し、2014年に三重県リーグ1部へ昇格。2014年、三重県リーグ1部にて2位となり、東海社会人、サッカートーナメント大会に進出、同大会 A ブロックを制し、翌年からの東海社会人、サッカーリーグ2部昇格が決まった。2015年、東海リーグ2部にて2位となり、2016年の東海リーグ1部に昇格した。 2018年12月、創設以来運営法人の理事長を務めてきた中田が退任し、公認になかったとともに、四日市中央工業校の四中高三馬ガラスと呼ばれた一人である小倉隆氏が就任した。中田はクラブアドバイザーとして、引き続きクラブとの関わりを続ける。ありがとうございます。